皆様どうも、桜井ののかです。ゆるゆるで動画回してます。はい、 MBTI 診断、 MBTI 診断っていうのをやってほしい。社長の MBTI なんだっけ。MBTI 診断はそれは何なんだろうって。再生回数とかもコメントとかもそうなくても、もう個人的にどうしても YouTube で収めたいっていう性格診断なんですけど、アメリカMBTI 診断とはアメリカ発のタイプ診断テストで、診断テストは質問の結果によって16のタイプに分類されるため、日本では16診断という名前で知られています。ということで、ね、今からね、ゆうちゃんが私の診断をしていくということで、定期的に新しい友達を作る。作んない、マジで作んない。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。他人の、他の人が泣いてるのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。喜んじゃう。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。いえ、時間ってさ、貧乏人も金持ちもさ、平等なんだよ。一個の子やんか、いきなりさ、もうすぐ終わっちゃう人生。人が口論するのを見るのが好き。喧嘩してるって誰よりも先でさ、うわーって行くよって。お客様 A、 お客様 B が喧嘩してもすぐ行くし、従業員同士で従業員とお客さんですぐ一番に注目を浴びないようにしている。注目浴びたかったよ、ずっと。パクられてから変わるよね。やっぱこう、いかに目立たずして、ほら周りの子目立たせてあげようとか、ほらメディアの話出てもさ、私じゃなくてお店の誰かはキャストの子お願いしますとかさ、自分より効率が悪い人がいると我慢できない。出ます。できなくなくない。まあ文句は言うけど、別にできなくない。引っ張られたりしないじゃん。我慢できない、引っ張られてってことでしょ。大丈夫。死後について以前からずっと興味があるマジリアル、超やばい、すごいすごいある。あります。自分の寝る前とか自分の手のひら見て死んだのどうなるのか怖いもんね。いかにさ、痛くないように死んでるか。そうです、そうです。でもなんかどうなるんだろうと思う。でもね、大切な人がいるかいないかだよ。なんか昔はどんなやつを犠牲にしても自分が行きたいと思った。今はキーちゃんと自分の命だったらキーちゃんを優先する。うちなんて生きてても勝ってないから、国に怒られるばっかりです。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。そうね、一人じゃいけない。そうだよ。そうですね、超寂しがりや。とても疲れる一週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい。楽しみ、それは楽しみたくねえってやついいんだけどね。不安はほとんど感じない。不安しかないです。日本に対しても不安しかないんですよ。電話はかけないようにしている。すごいかける。うん、スーパーかけるよね。友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分である場合が多い。いや、ないないない。忘年会とかレクリエーションとかは、なんか一応自分発信やんなみたいな。人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどない。ある、めちゃくちゃある。誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私は細心の注意を払う。やってない。やってます。やってるよね。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれぐらい時間がかかるか考えてしまう。考える。象徴的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。物事はうまくいくだろうと自信がある。そうだね、まあ最終的にはっていう真ん中ぐらいかな。いくの半分ぐらいかな。これがラストでした。うそ、わー、なにー。あ、INTJT ですね。建築家。やだ。建築家は独創的、戦略的に物事を考える上にどんなことについても計画がある人たちです。内向型の人たち、内向型一緒ですね。有意義で深みのある交流を好む。交流の機会は比較的少なくても満足します。落ち着いた環境に惹かれる傾向があります。直感型の人たちは偏見のない心持ち、想像力が豊かで好奇心も旺盛です。独創性を大切にし、起こる可能性が低いことや隠れた意味に着目する傾向があります。思考型の人たちは客観性と合理性に集中し論理を大切にするので時々感情を無限にしてしまいます。
社会の調和より効果的かどうかを重視する傾向があります。最後、計画型。計画型の人たちは決断力がある上、几帳面です。無計画に何かをするのではなく、整った環境に身を置いたり計画を立てたりすることを求めます。激動型の人たちは自意識が強くストレスに敏感で、自分の感情に切迫感を感じます。それは、これを持ちまして、INTJT 独創的なアイデアマンです。空気読めるけど読みません。私が一番有能自分が一番有能だと思う。他人になんでそんなこともできないのって思ってしまう。そうだからそのよく言うじゃん、うち。なんかその頑張るハードルが人より高いから。距離が好き。親しい人の前だとめっちゃ喋る。親とかに言われるよ、お兄ちゃんや。もうなんか、ね、こんな子じゃなかったって言うぐらいだから。集客の集め方が特殊じゃん、めっちゃって。自分の名前出すやってるから積極的にならざるを得ない。計画的、人混み嫌いだし、お店は絶対予約する。並べないね、すぐ帰ってるね、この間並ぶぐらいなら帰ろうぜ。うわ、カニ超期限、昨日。好きなタイプ、頭が良かったり才能があったりする人。確かし。苦手なタイプ、無理に距離を詰めてくる人。はい。好きなサイン、笑顔が増える、よく笑うようになる。はい。許容範囲がすごく広くなり、何でも許してくれるようになる。はい。キュンとする瞬間、話を振ってくれるなど気にかけてくれる時。あるね。冷める瞬間、自分のことを理解してくれないと感じた時。いや、そう、わかる。解説、相手の感情を読み取るのが苦手なので、アプローチの時は分かりやすく声を示して、また恋愛は二の次なので、自分を理解してくれないと相手とは関係を詰めようとは思いません。いざ好きになると一途。今一途だけど、変えるかとか一切ない。関係を損得感情で考えちゃう。あ、考える。それは束縛されるの無理。いや、されたいよ。うちすっげえ浮気者だからさ、束縛されないとさ、やばいと思う。多分性病持って帰る、普通にあなたが浮気をするのはダメだけど、私はいいの、私は何でも許されるから。許されるのよ、女王だからねって。そんな感じで、本当結論から言うと、そんなに騒ぐものじゃなかった。いやいやいや、こんなに撮りたい人じゃなくて騒ぐものじゃない。それまあ私だけのための YouTube ぐらいな。いやでもこれ石川店の店長もと二人でずっと、いや社長の MBTA なんですかね、二人で予想してたんで。ってことらしいです。皆さん興味あるかどうか、ぜひまだやったことない方、はい、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。桜井ののかでした。じゃあね。ありがとうございました。神こうぜ。